日本政府が相次ぐ反日宣伝に正面からの、を発した。加藤勝信官房長官が、韓国の反日妄言に毅然と反論した。韓国のイ・ナギョン元首相や、チョン・セギュン前首相が、東京五輪、パラリンピック組織委員会ホームページの日本地図をめぐり、島根県竹島の表示削除を求めていることに、明確にノーを突きつけた。竹島は明らかに我が国固有の領土であり、韓国側の主張は全く受け入れられない。引き続き、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くと28日の記者会見で強調した。李氏らは五輪憲章で政治的な宣伝活動が禁止されているにもかかわらず、竹島の表示が削除されなければ、韓国の五輪ボイコットもあると声高に主張している。これにも、加藤氏は大会への選手団の派遣は、各国、地域の国内オリンピック委員会などで判断されるものと承知していると冷静に応じた。竹島は韓国に不法占拠されているが、あくまで日本領土である。日韓両国と同盟関係を結ぶ米国も竹島日本領と認識している。これまで政府関係者は韓国の度重なる明らかな日本貶め策に対してできる限り忍耐してきた。過去を忘れることはないが未来志向の日韓関係を打ち立てようが日米間の固い絆とされていた。しかし韓国は政権不安が起きるたび反日カードを切っては国内支持を固める作戦を繰り返した。ムン・ジェイン大統領は国際条約すらも国民情緒になじまないと破りきてる。日本政府は堪忍袋のを切ったのではない。韓国のあまりの非常識さにさじを投げざるを得なかったのだ。日本政府がアクションを講じる必要は何もない。冷静かつ毅然と対応というよりも、全く無視で十分だと思う。この機に相手が出した五輪ボイコット論は、日本政府に対応を迫るハッタリだろう。もし本気でボイコットしたいのならご随意にされたい。引き止めない。日本は国際社会の正しい理解を得るべく、竹島問題解決に向け、世界各国の日本大使館や国内有識者の海外派遣などを通じ、正しい情報発信を強化することを緩めてはならないと思う。お聞きいただき感謝申し上げます。